オープンテーブルはレストランのオンライン予約を扱うウェブサイト及びアプリ。また、オパンテーブル、インクはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置く同サービスの運営企業である。1998年にチャック・テンプルトンにより設立された。1999年に予約サイトが公開され、サンフランシスコのレストランが加盟し始め、現在では アメリカのほぼすべての州や世界20カ国以上の主要都市に4万3千店以上の加盟レストランを持つ。アメリカ、日本に加えてイギリス、オーストラリア、インド、メキシコに現地法人を持つ。2009年5月21日にナスダックに上場。2010年9月イギリスロンドンの同業トップテーブルを買収、併合した。2014年6月 オンライン旅行会社のプライスライングループにより現金26億米ドルで買収されることが発表され同年7月に買収手続きを完了した。買収後もオープンテーブルは独立した事業及びサービスとして継続されている。CEO は2015年11月以降クリスタ・クオールズが務めている。日本語対応のサービスは2006年3月に 設立された日本法人オープンテーブル株式会社が提供している。利用者側はオパンテーブルを通して日時、料理ジャンル、価格帯、並びに場所などをもとにレストランや空席を検索することができる。利用者は即時に確定した予約の確定メールを受け取る。オープンテーブルの登録会員となった場合、オープンテーブルで予約したレストランでの食事が完了した時点で、 オパンテーブルポイントが付与される。たまったオパンテーブルポイントはアメリカではレストランで使用できる食事券と交換することが可能である。日本国内では三井住友カードベアギフトカードと交換することが可能である。2016年10月グローバルダイニングパスポートのサービスを導入し、これにより日本語アプリで海外のレストランが予約可能となり、また 訪日外国人旅行者が各国の言語で日本のレストランを予約することが可能となった。オープンテーブルの予約は予約サイトとレストランのホームページから行うことができる。加えて Apple iOS アプリ、Android アプリが提供されている。レストラン側は上台町の代わりとなる予約管理システムの専用端末を導入することになる。 予約管理システムは予約レセプション係が使用し予約管理テーブル管理ゲスト認識及び電子メールマーケティングなどの一連の予約管理業務をすべて行えるレストランはシステム使用量システムアップグレード量及びサポート量を含む月額使用量三万円並びに予約サイトとレストランホームページからのオンライン予約成立時の手数料三百円一名を オープンテーブルへ支払うモバイルアプリありがとうございます。